クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート。今日は4月の9日、今からクルク島に渡ります。島に橋で渡るのは初めての経験です。 OK? Yes, yes. It was in the past was to pay.Now, last 2 years is free.間に島が一つあって、そこを経由しています。これですね。はい、これがクルク島に入ります。橋渡りました。平べったい島ですね。これから、ムルチフィダスイストリアクスの捜索に入ります。クルク島の街中です。まさか入ったんだ。いや、あ、そうじゃないのね。でも雰囲気いいですね。街中すっきりしてしまいました。 Very good。 皆さん家庭菜園をしてるみたいです。
クルク島から、本土って言っていいか陸側の方に戻ります。はい、戻ってきました。今日は4月9日です。モトブンに来てます。モトブンの頂上付近から、今日の宿泊先のテラスからですね、外を見ています。ほうれん草とちっちゃいイカですね。ビーラボルト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 。ビーラなかなかね、日本人ビラボルゴって言ってない。ビラボルゴって言えないんだから。ちょっとまかれてるボルゴ。絶景です。絶景です。まもなく日が沈みます。まもなく日が沈む。よし。ビールの缶。美味しいです。美味しいです。ビールの缶。皆さんビール飲んでます。ダニエルさん、一言。素晴らしい旅でしたね。終わってないですよ。終わってないですけど、最後の宿泊先で今までにない旅だったと皆さんも。そうそう、言ってますからね。まったりしてます。まったりして、さきらさんまったりしてます。ここパラグラでやってんだ。もう2本行ってますね。吉田さん、いかがですか。快適でした。快適でした。最初、サンキュー。Hello, thank you very much. It was really nice again. Yes. Like always. I hope to see you again. Yes. Next year. 7時35分ですね。日が沈んでいきます。かなり遅い時間、丸や明るかったです。すぐですよ。いやもう、ここで寒くなってきた。ここで一句。松田さん、ここで一句。一句？はい。一句。朝日ならできるんだけど、夕日はまだ考えてない。はい、いよいよです。まもなく地平線どこまで続くクロアチア。下から見えてきた。なんか下からまた見えてきたよ。 OK、 こんなもんかな。下からもう一回ご来光するかも。隙間から。いや、もう行ったでしょ。うん、雲の下にちょっと穴が開いてるんですね。そうね、穴開いてます。そこからピーって見えないかな。ちょっとパズルで埋めてこなくちゃ。はい、これから夕食に行きます。沈みました。Thank you.
クリスマスローズ大好き野々口実の園芸ノート、皆さん励みになりますのでチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。